水道山の赤レンガ階段古西廃水場、栃木県平和淵社里島古西山は、栃木県宇都宮市にある山。通称、水道山。標高186.3メートル。栃木県北西部山系は、日光二良山の上社や、日光東照宮を祀る日光山内から、小倉山、あた山、茶臼山、浅間山と連なり、宇都宮市北部の支え富屋連邦を経て、 東山、八幡山と続き、そしてその最南端部に、明神山が位置する。東山はまた、宇都宮丘陵の一部をなしている。宇都宮市街地は、東山、八幡山、明神山の三方を中心としてその山麓の平坦部に形成されている。また、この一連の山系の東西には、これを挟むように東に田川、西に鎌川が流れる。戸祭山は、通称、 水道山と呼ばれるが、そのゆえんは、東山西六に、宇都宮市上下水道局、戸祭り排水場水道塔があることによる。現在の新築された近代的な予想の水道塔も一目を引くが、当初の建物は、レンガと大谷石の複合建築という全国的にも、珍しい貴重な水道塔であった。2006年10月18日には、戸祭り排水場排水地が、 国の登録有形文化財に登録されている。また、山頂付近にはやはり、大谷石建築で、他に例を見ない、大きさを有す、平和塔がある。戸祭山周辺の歴史は古く、付近の遺跡として、古墳時代から奈良時代にかけての古墳とされる、大塚古墳、谷口山古墳、河原塚古墳、長岡百血古墳、また、奈良時代に、 下津契約指示や河内郡河の河原を焼いた釜の跡と、される、水道山外用跡などがあり、都西三北部の一連の遺跡群を結ぶ、豊佐と真滅場の道が整備されている。平坦な関東平野の中にあって、戸祭り山は、市街周辺では有数の見晴らしの良い高台であり、冬の晴れた朝には、南東方向に、富士山が遠望できる。 戸祭山の周辺には、宇都宮市有数の大規模住宅団地である、富士見が、岡団地、都西大団地及び、戸祭グリーンヒルが立地する。また、この北六は、長岡公園として整備されており、その北側を走る宇都宮環状道路のさらに北の、丘陵地には、宇都宮文化の森を中心とする、豊里大団地となっており、付近にある、 宇都宮美術館や帝京大学宇都宮キャンパスと相まって宇都宮の北の文京地区を形成している。路線バス中戸祭りから歩くと直線道路をまっすぐ歩いて鎌川を渡って旧古祭田んぼの先にまっすぐに伸びる赤レンガの階段があり、その頂上に戸祭り排水場水道等がそびえる。ありがとうございます。